新海誠治は、日本の科学者、工学博士、九州大学名誉教授、現九州大学高等研究院特別士官教授、創造大学教授、九州先端科学技術研究所所長。専門は多岐にわたるが、分子認識メカニズムの解明と、それらの知見を応用した分子機械システムの構築などを行っている。ワイリー社が発行する。 世界的に著名な科学雑誌であるアンジェバント生ミ氏のアドバイザリーボードの委員を2000年から2009年まで務めた。科学系の技術情報を網羅するトムソンロイター社のトムソンロイターサイエンティフィックが行うトムソンロイター引用栄誉賞をジョージ・ホワイト・サイズ、フレーザー・スト・タートラと共に2003年から3年連続で受賞。受賞理由は ナノスケールの機械製造及びマイクロエレクトロニクスの大幅な発展を約束する分子自己集合に関する先駆的研究。同賞はノーベル賞受賞者の予測を兼ねており、新海は分子機械のパイオニアとしてたびたびノーベル科学賞候補として挙げられていたが、2016年に分子マシンの設計と合成の功績からジャンピエール・ソバージュ、フレーザー・ストタート。 ベルナルトエル・フェディン派の3名にノーベル科学賞が授与されることが決定し、深海の受賞はならなかった。ありがとうございます。